黒潮市場機の国フルーツ村紀州黒潮温泉、和歌山間和歌山マリーナ、海南発電所とマリーナシティ和歌山マリーナシティは、和歌山県和歌山市ケミ沖の和歌山にある人工島。1994年に開催された世界リゾート博に合わせ、松下港産によって作られた。開発総面積は65ヘクタールであり、1989年に着工され、 1994年に完成した。人工島にはテーマパークのポルトヨーロッパ、和歌山マリーナシティホテルなどの施設があるほか、リゾートマンションも建設されている。また、島内のヨットクラブは、我が山マリーナシティ海の駅として、国土交通省より、海の駅の登録を受けている。2016年度の入島者数は約300万人。島の造成にあたって、 埋め立て用の土砂は旧下津町、丸太の土砂採集場から採取された。バブル景気の頃にはこの旧下津町の土砂、採集場跡地もリゾート開発される計画であったが、実際にはメガソーラーとカットリ線工の工場が立地している。2015年以降、全国高等学校総合体育、大会ヨット競技大会がこの年の近畿ブロック開催を機に、 ここで固定開催されている。2015年12月17日に若浦一帯は港オアシスの登録をしていて、当海は港オアシス和歌山を構成する施設の一である。2018年和歌山県が統合型リゾートの候補地としてマリーナシティを指定し、イントランスが和歌山マリーナシティホテルなどの新宅受益権を取得して開発の検討を行ったが、後に コロナ禍で売却された。2020年東京オリンピックの聖火リレーでセレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に延べ53万5717件の応募があったと発表した。 和歌山マリーナシティ株式会社1994年のオープン告知のテレビ CM には漫才師の人生、航路の生前の映像を使用。人生、航路の声の吹き替えは人生、航路のモノマネで有名な大平三郎が担当した。ありがとうございます。